はい、今日はですね、役職の上げ方です。仕事をしてる中でもっと役職を上げたいとか給料高くもらいたいとかって思うんじゃないでしょうか。そんな皆さんに向けて、うちのね、役員たちがどうやって役職を上げてきたか、評価をする立場になってからはどういう人を評価してるのかっていうのをね、皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。この動画を最後まで見ていただくと、どうやったら役職を上げれるか、給料をもっと取っていけるか、どうやったら評価される人材になるのかっていうのが一目瞭然わかるかなというふうに思いますんで、最後までご覧ください。はい、それではね、役職を上げる方法とは、今日のテーマは役職の上げ方について、どうやって役職を上げていけば上がっていくのかみたいなところを、純平さんの体験もそうですし、純平さんは多分評価する立場でもあると思うので、はい、評価者としても教えてもらいたいと思ってまして、純平さんもともとトモローゲートに入った時から役員だったんですか？いやいや、もう普通のメンバーとして入って、はい、福岡支社の立ち上げをするっていうのもあったんで、福岡支社長っていう名前ついてたけれども、役員とかそういうのじゃなくて、でも最初から支社長を任されたってことですね。最初福岡誰もなかったけどね、俺しかおらんから俺支社長でつけてたっていう。そうそうそう。じゃあ本格的にちゃんと役職としてついたのはそこからどれぐらい期間あったんですか？大阪で営業統括してた人が、独立するってなって、その時に大江さんはこのままメンバーをまた見るみたいな流れになってたから、これはちょっともったいないなと思って、流れ的にも。会社成長してってるのに、現場に戻り出したら後戻りするんで。したら俺がもうそっちのメンバーも見るわ。メンバーの営業管理とか、クライアントワークを一緒に全部で起こしたりとかっていうのをやり出したっていうのが先で。実質はそういうマネジメントポジションやったので、いつの間にかマネージャーだったっていう感じ。もともとマネジメント経験もあったんですか？ないないない。ゼロです。あ、じゃあ前職では特に役職とかついてなかったんですか？あ、もう普通に一般のメンバー。外資の営業の会社やったから全員一匹狼なわけよ。チームってあるけど、みんな一人でどうするっていう話だったんで。じゃあ、マネージメントみたいなのはトモローゲート入って初めてされた。そうやね。それでもう役員になった。そのマネージャーやりだして2年後ぐらいに役員に任命いただいてっていう感じですね。じゃあこれから役職を上げていきたいと思う視聴者の方が、今後どういう行動を取っていけば役職に上がるのかみたいなところもちょっと今日話してもらいたいんですけど、もうシンプルに上の人の仕事を奪うと、上の人をどん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 暇にしていって、その人の仕事がやらなくてもいいような状況になったら、もうやってるわけやからさ、自然的にそのポジションになるっていうのがあるんで、ガン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 その人の仕事を盗みに行く。この会社に来た時の俺のミッションって社長を暇にすることやったもんね。世の中の経営者って何もせんでいいよって言われてる環境の中で、何かしたくてしょうがない人たちがうずうずして事業を起こしたりとか、これやりたいとかってなって進んでいく人たちだよ。だからその人たちが忙しいと次のことは発展せんじゃんね。俺が来た時にはクライアントワークも普通に社長がしてたので、それを全部こっちで担って、暇になったらまた新しいことやってくれるんでっていう風にして動いてったっていうのはあるかな。この子マネジメント任せられるなって思う人ってどんな人ですか？これは自分の仕事やと思って責任持ってガン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 やっている人、ボーダーに立つっていう感じかな。なんでボーダーって言い方したかっていうと、仕事が完全にできたからマネージャーにさせるっていう考え方結構危険なのよ。マネジメントってその会社の方針とかやっていくことに対してずれなくメンバーにちゃんと伝えていかないといけないっていうポジションでもあるので、単純に仕事はできるけど会社のマインドに全然一致してない人がマネージャーになると組織崩壊の原因になりがちなんで、これは気をつけないといけないかもしれないね。他になんかどんなことができるとかありますか？その人が今何をやってるかっていうのを見て、その人がそれをせんで良くなるためには何かないといけないのか。俺がやったのは、一番最初トモローゲート入った時の売上の管理表みたいなのがあって、それを見た時に浩平さんが7割の仕事を持ってきて、当時のナンバー2やった人が3割の仕事を持ってきてて、俺ってこんだけ戦略企画部営業メンバーいるのに何言ってんだろうと思ったら、10割取ってきた仕事をみんなでサポートして最終的にクオリティ担保をしていたっていう状態だったよ。ってなるとめっちゃ危惧するわけよね。社長7割ナンバー2の人3割、この人の成長幅でないと成長せんやんってなってる会社が。だったらこの構造おかしいなと思って、まず7割3割を全部ゼロにして、メンバーだけで同じ数字を上げられるようにするっていうのが俺のですよ。そうしたら1000でいいわけか。そうなったら新しいことし始めるわけよ。現場任せてもそれだけの収益上がるようになったから、やったら俺はって、それでやり始めたらついてるわけね。確かにすごいよね。そういうところがやっぱ経営者の
感性というか、はい、絶対これって決めたことを疑わずに突っ走れる強さがあるんで、僕らはその描いてくれた道をちゃんと体系化してメンバーでできるように事業化するっていうのが僕の仕事って感じですね。逆にじゃあ評価者としてどういう人を評価してますか？いろんな会社の評価の軸があると思うけど、うちはもう完全にマインドとスキルと実績、この3軸が主の評価軸になるんで、ここを全て兼ね備えているかどうか、マインドだけあっても実績がついてなかったらダメだし、実績がついてもマインドなかったらダメだし、たださっき言ったように、それ以上に大事にするのがやっぱりマインドね。マインドがフィットしてない人をマネジメントに上げてはいけないというのが、これも鉄則やと思うわ。それはなんでなんですか？マトリックスを考えてほしくって、マインドもあって仕事もできる人1番、マインドはあるけど仕事の成果まで弱い人2番、マインドはないけど仕事ができる人3番、マインドもなくて仕事もできる人4番。4番の人は上げようっていうふうにはまだなれんやんか。1番の人はもうそのままガンガンいけない。問題は2、3どっちを優先するってなった時に2番なんよね。やっぱりマインドがあって実績がついてきてないっていうのは、ちゃんとマインドを持ってたらその実績をつかせられるから、そういう人には。でも逆にマインドは全くこっち向いてないけれども実績がある人って、旗から見ると仕事むちゃくちゃできる人なんよ。生実家影響力大きいよね。だから例えばそういう人が、いやいや会社はこう言うよけど大丈夫大丈夫、俺が言う通りしとったらお前成果が上がるからっていうマネジメントしたら、その下の子たちはその人の話しか聞かなくなるから、会社のビジョンとずれてそもそも違う方向にバーっていっちゃうわけよ。だから仕事ができるかもしれんけど、会社のビジョンとかに向かって成長できているかどうかとは全く別の話になってくるけ、3番の人はちゃんとマインドを伝えていかないといけないし、それでもマインドはもう全然合わないですっていう風になるんだったら、プレイヤーとして頑張ってもらうかどうかっていう風にしていかないと、組織ってやっぱ一つのチームで同じ方向向かって走っていかないといけないので、ここは成立しなくなるよねって。ありがとうございます。はい、皆さんも役員だと思うんですけど、はい、どういう経緯で役員になられたんですか？僕は入社したのが2013年です。もう10年前ぐらいなんですけど、そこから2、3年ぐらいは僕デザイナーとして働いていたんですけど、一回退社してるんですよ。またもう一回トゥモローゲートに戻ってきたっていう経緯があるんですけども、その戻ってきた理由っていうのは、やっぱりこの会社でいろんなことを自分でまあ任せられていてできるっていうことから戻ってきたっていうところ で、帰ってきて1年2年経ってから会社がどんどん大きくなるんですよ。で、役員っていうもの自体が西崎以外にはいけなかった状態だったので、そこから一緒にまあ会社経営というところで一緒になろうという形で言われたという形です。なるほど、はい、今今度亮さんは評価する立場じゃないですか、うん、役職を上げるためのポイント、役職を上げるためですよね、はい、マネジメントの方になってくると会社のことを見つめていかないといけないというところなので、やっぱりもうスキルだけではなくて、それこそ西崎が求めていることを理解しながら自分の仕事に生かしていけるかがポイントになってくるかなと。じゃあそのために具体的になんかどんなことをしていけば叶えられるものですか？利益を作っていかないといけないと思うので、よく利益って言うとやっぱりね、売り上げ出してそこで利益っていうのもあると思うんですけども、会社の求める採用とか、そこにどんどん注力一緒にしていってもらうっていうのも一つだと思いますし、単純に僕らの制作の部署でいくと、圧倒的なクオリティを出していくために何をしたらいいのかっていうのを考えながら動くっていう、売り上げ以外のところでの貢献も考えていかないといけない。考えてって、それでなんかどういうアクションを起こしてる人が評価されていってます？自分中心にならんっていうところがやっぱりメインなので、制作部でいうと自分のスキルアップのために行動するというよりも、実際にクライアントの課題を新しいことで解決したいとか、そういう形でアクションを落としていける人が強いか。会社の思いだったりとか、はい、上司の思いとかを理解している人って、うん、どういうふうなことして理解してるとかってありますか？上に行けば行く方ほど上との時間のコミュニケーションの時間が多いっていう形ですね。では上の人間が何をして何を考えてどんな意思決定をしてとかっていうのを全て吸収しようとしている子たちが多いので、単純に技術だけじゃなくて考え自体をどんどん自分のものにしていく。クリエイターはどうしても技術によりがちなんですけど、そこの違いはちょっと大きいかもしれないですね。技術だけにいかないっていう。役職上がるごとに求めるものって多分違ってくると思うんですけど、はい、ここまでできてたらリーダーになれるとか、サブマネージャーとして求めることとかって何かあります？トゥモローゲートのリーダーの感覚で言うと、現場をその子がいたら回していけるっていう感覚、技術の専任をしていく人、新しいものを入れていく人、これがリーダーに欲しい技術かなと思うし、マネージャーに欲しいのは会社に寄り添う姿勢だったり会社のマインドであったりっていうのを伝えていく、プラス全体に入れる力っていうのが欲しいと思います。
ですね。最後に役職を任せる上でできてるから評価するのか、期待も込めてのポジショニングなのかでいうと、なんかどっちとかあります？どっちもありますかね。実際に配置して変わる子もやっぱりいてるんですよね。これこそマイビジョンマップっていうのをうちやってるんですけど、ここで将来設計として自分がどうなりたいか、ここにも尽きるかなと思っているので、これでマネジメント側に行きたい人間とスキルをどんどん上げていきたいので、結構衣装制作部は二分するので、そこで振り分けていくっていう形かなと思います。はい、皆さんどうだったでしょうか。参考になった部分ありましたでしょうか。もちろん成果実績出すってのは大事ね。ただそれだけじゃなかったよね。マインド面とスキル面、成果面っていうところは全てがやっぱりこう重要になってくるかなというふうに思いますんで、どれか一個だけをねやるんではなくて、会社の求められていることに対してバランスよくスキルアップレベルアップっていうのが必要じゃないかなというふうに思いますんで、ぜひ今日から試してみてください。このチャンネルではビジネスに役立つ情報を配信していますので、よければチャンネル登録と、そしてよかったらグッドボタンを、悪かったらバツボタンを押していただいて、かつ下のコメント欄に皆さんだったらこんな風なことやってるよっていうね、どしどしいただけると嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。